皆さん、こんにちは、えー。宝塚記念のサイン解読番外編ということで、えー、記念レースのサインを少しお寄せをしたいと思います。同じようなサインがですね、記念レースの中で行われているんじゃないのか。そうするとですね、宝塚記念ですよね、安田記念から宝塚記念、えそして、えー、また小倉記念、白奪記念というのがまた夏に行われますのでね、 記念レースでも面白いんじゃないのかなと思っています。さて、どんなサインがあるのかということですよね。えー、安田記念でグランアレグリアの外側にはですね、ミスターメロディという馬がいます。そして西運構成という馬が横にいました。このミスターメロディのミスなんですが、えー、ナルオ記念の一番にいたパフォーマープロミス、一着場名ですね。えー、そして、 大外から二つ目、エアウィンザーっていうウィっていう文字があるんですが、このパフォーマープロミスのミスとウィ、エアウィンザーのウィが、ミスターメロディと声音構成になるんじゃないのかなというお話です。前奏の連帯場面が隣、そして近くに同じ文字を持っていることが大切ということですね。パフォーマープロミスと ミスターメロディのミスが同じで、そして一番挙げてエアウィンザーと星運構成がいるっていうことですね。ミスターメロディの横でもアドマイアマーズの方じゃなしに、星運構成と挟まれたグランアレグリアの方が一着と。その前を見てみますと、えー、トリコロールブルーっていう馬がいます。これがアイスバブルのブルー。 そしてアイスバブルが前奏2着なので2着場名ですね目黒記念の2着場面アイスバブルこれがトリコロールブルーこれの横のパフォーマープロミスそしてノートルダールっていう馬がアイスバブルの3つ隣メートルダールっていう馬がいるんですがこのルーが里のルークスに当たりますブルとルーに挟まれたところのパフォーマープロミスが1着 でその前のメグロ記念では、メグロ記念の前は高松宮記念ですので、高松宮記念のダイアトニックっていう馬が、えー、います。ダイアトニックのイヤという文字をアイスバブルに当てはめるということですね。アイスバブルの隣であるキングオブコージ。アイスバブルのアイプラスアルファ、アフリカンゴールドのルー。グルビットのルー。 これが5つ離れたところにルーがいるわけですね。愛、えー、とルーで、えー、キングオブコウジュが1着と。そしてアイスバブルの3つ隣にノーブルマーズ、そしてラブカンプー。このフー,フーというのもノーブルマーズ、アイスバブルと、えー、挟まれたポポカテペトルの方じゃなしに、えー、今度アフリカンゴールドがいることによってアイスバブルの隣の えー、キングオブ工事の方え。この辺りがちょっと面白くて、えー、隣なんですが、えー、ポポカーテペトルじゃなかったと。ここが一番買いやすいと思うんですが、キングオブ工事の方ということですねえ。こういう考え方も5つ隣に同じ文字があれば、あの隣の方にも、こちら側の隣にもなるんだなということですね。えこういうのをよく見ておくと、あのー、引っかからずに済むのかなと。 思ったりをします。ということで、安田記念から宝塚記念に向けてですね、えー、ミスターメロディー、違いますね、グランアレグリアのリアを持ったワグネリアンとか、えー、サースナーリア、リアですね、そしてアーモンドアイの持った一番のアドという文字ですね、持っていた馬が。 えーえー、宝塚記念で、えー、1番という馬に、多分1番目の馬に乗ってくるだろうというお話をし,ましてましたので、今回は、えー、宝塚記念ですよね。えー、50王の1番目と最後場面に、えー、アーモンダイの文字を持っているよ、グランアリグリアの文字を持っているよということをお話しして、その隣が海面になるんじゃないのかなという一つのサインがありました。ここからも、記念レースの中からも、あのー、インディーチャンプ、 アーモンドアイ、グランアレグリアの文字を持った馬の隣であって、もう一つプラスアロハ、隣に、近くに同じ文字を持っている方が連帯をするんじゃないかなと、えー。こんな考えができるんじゃないのかなと思っています。えー、ですね。そうですのでね、そのサインがちょっと楽しみになってきました。えー、次はですね、記念レースのですね、 特有、これだけなんですが、記念レースだけだとは思うんですが、どうもですね、頭文字、尻文字の並んだところが、記念レースではちょっとつながっているみたいです。高松の宮記念では、グルービットとグランアレグリアの空の並びですね。そして、目黒記念では、ポポカテペトル、アイスバブル、ルーの並んだところですね。で、ナウロ記念では、パフォーマープロミス、大外と里のルークス、スーの並んでいるところですね。 で安田記念ではアーモンドアイ、インディーチャンプの E が並んでいたわけなんですが、えー、ちょっと騙されるところがダノンプレミアム、ダノンキングリー、ダノンスマッシュっていうターンの並びですよね。昨年もこのターンの並びがあって、今年もこのターンを並べてきて、今年,今年は連帯をしなかったと。ターンの並びは使わなかった、えー、使わずにアーモンドアイ、インディーチャンプの E を使ったんだなということが結果的にわかります。 ということでですね、宝付けでも、頭文字、尻文字の、えー、並んでるところがあれば、ちょっと要注意で見てみるのもいいんじゃないのかなと思っています。えー、番外編としてですね、えー、記念レースのサインを考えてみました。えー、夏もね、ちょっと頑張ってみようかなと、こう、あの、動画の配信はしないかもしれませんが、あの、競馬はしてみようかなと思っています。 はい、えー、まず宝塚記念頑張りましょうファイトはいありがとうございました